はい、皆さんごきげんよう。ドクター完熟篠崎4丁目校西小岩校の小株と申します。よろしくお願いいたします。さて、この動画ではですね、サンシャイン教科書、英語の教科書ですねの中3の、リーディング1っていうね、ちょっと長めの文章、読み物のページの45ページの部分の英文の解説と和訳をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、これね、結構長いので、このリーディング1は合計3つの動画に分けて撮影をしております。なので、それはね、この動画はその中の1つ目ということですね。で、45ページの部分を今から解説をしていきます。よろしくお願いします。では早速始めていきましょう。まずね、読んでいきますね。1文目、 Many years ago, there were three wonderful elephants at the 上野 zoo ということになりますね。じゃあまず見ていきましょうか。 Many years ago っていうのは、これは、まあ、たくさんの年の前、たくさんの年の前ってことは、まあ、昔々って感じかな、これね。昔々と、だいぶ前にと、そういう意味になりますね。に、there were は、これは大事ですね。there are の過去形で、何々がいるあるっていう意味ですね。存在を表します。で、過去形だからいたんですね。何が three wonderful elephants。elephants はこれ象です。動物の象ですね。で、three はもちろんこれ3なので、3頭の素晴らしい象がいましたってなります。どこに ?at the 上野 zoo。 上野 zoo はこれ上野動物園ですね。動物園と。上野動物園にってことですね。つまり1番は、この文章は、だいぶ前に、だいぶ昔、上野動物園に3頭の素晴らしい象たちがいましたよと、そういう文になります。次いきます。The elephants were John, Tonki, and Wanli という文章ですね。その象たちはが主語ですね。で、動詞がはと来ていて、ジョンとトンキーと、そして、ワンリーですね。A と B と C っていうときは、英語は A、カンマ、B で、その後アンドをつけて、カマ、これ入んない時もあるね。で、 C とこういう形になりますね。ここの場合はそういう形になっております。なので、その象たちはジョンとトンキー、そしてワンリーという象でしたと、そういうことですね。で、次、 They could do tricks。 トリックはこれ手品とかなんかね、そういう意味がありますね。これ do はするなので、で、 could はこれ can の過去形、することができたと。なので、彼らは、なんか手品、芸、まあ芸の方がいいのかな。芸ね。彼らは芸をすることができたんですよと。彼らってもちろんこの3人、3人じゃないですね。3頭の象たちですね。を指しております。で、次ね。Visitors to the zoo loved to see their tricks。ここちょっとなんか複雑な文の形しているんですが、to the zoo がこれ、カッコに入ってね、この visitor、これね、訪問者、お客さんって意味かな。動物園のお客さん、訪問者、ここをこうやってかかってるんですね。その動物園って、もちろん上野動物園なんですが、その動物園の訪問者たちはっていうのが、ここが主語ですね。ここまでが主語と。で、ラブで愛していたんですね。何を愛してたかっていうと、不定詞のね、名詞的用法が来てます。見ることを愛してたんですね。何を？彼らの芸、つまり動物園への訪問者たちは彼らの芸を見ることを愛していました。とても好きだったんですね。この3頭のね、ジョンとトンキーとウォンリーのね、芸っていうのはお客さんたちにすごい好評だったということです。はい、じゃあ2番の文章いきます。 Japan was at war then。 これね、ワーって読まないでください。これウォーです。戦争映画、スターワーズって言わないよね。スターウォーズっていうよね。戦争って意味なんですね。戦争、アットウォーで、これ、まあ、B 動詞も入るか。これで戦時中って意味ですね。戦争中、その時、当時とかね、その時、
日本はその時戦争中でしたってことですね。次、リトルバイリトルはたまに出てくるので覚えておきましょう。これ少しずつって意味ですね。少しずつ The situation was getting worse。 この get プラス比較級プラス比較級、これはね、まあ少しずつだんだんなんとかになってくると、そういう意味なんですね。 worse っていうのはこれは bad、 悪いって意味ね。悪いの比較級なんです、 worse ね。ちなみに最上級はワースト、ワースト1位とか言うよね。あまりなりたくないですがね。悪い順から数えて1番ってことですね。それが比較級です。なのでゲットワースでだんだん悪くなってくる。でしかもこれ過去進行形になっているからだんだん悪くなってきていましたってことなんです。つまり少しずつシチュエーション、これは状況って意味ですね。戦争の状況だと思いますね。少しずつその状況ってのは、悪くなって、だんだん悪くなってきていましたと、こういう意味になります、ね。じゃあ次2枚目ちょっとページめくりますね。ちゃんと映ってるか一応確認をします。映ってますね、大丈夫ですね。はい、これいきます。 Bombs were dropped on Tokyo every day。 ボムっていうのはこれ爆弾ですね。これ爆弾のことを指してます。爆弾と、この B は読まないんですね。ボムズと。ボムズ。で、ここ大事で、B 動詞プラスドロップトゥっていう、これ過去分詞形が来ているから、この部分っていうのは受け身になります。受動態ですね。受け身。なんとかされるってやつですね。なので、爆弾がドロップ。ドロップはこれ落ちる。落とす。って意味なので、爆弾が落とされましたっていうことなんです。どこに？東京にですね。いつ？エブリデイ、毎日。毎日のように爆弾が東京に落とされましたって意味です、ここはね。はい、じゃあ3番の文章いきます。If bombs hit the zoo, dangerous animals will get away and harm people, said the army. ということですね。はい、ここセリフになってますね。ま、ちょんちょんがついてます。もしも爆弾が、このヒットは、このヒットは、ヒットヒットヒットという変化をします。ヒットはこれはヒットするっていうよね。要はもう当たるってことですね。ぶち当たるってことです。当たって当たるか。ね。で、過去形もヒットで、過去分詞もヒットなんですが、このヒットは何の、どれなのかっていうと、まあ、この辺過去形のね、文章なので、これは過去形だと思っておいていいです。過去形ね。なので、もしも爆弾がその動物園に当たってしまったら、どうなるかというと、dangerous、これ危険なって意味です。動物園はね、可愛い動物以外にもね、危険な動物もいっぱいいますからね。危険な動物たちが、get away、これは逃げ出すでいいかな。逃げ出すと。逃げる。逃げ出してしまって、そして、ハームっていうのは、これね、危害を加えるという動詞です。危害を加える。誰に？人々にですね。なので、もしもね、その爆弾っていうのが動物園にヒットしてしまったら、当たってしまったら、危険な動物たちが逃げ出して、そして、人々に危害を加えるだろうと。ね。なんか未来のことを言ってますね。と、said、言いました。誰が？アーミーっていうのはこれね、軍。軍ですね。軍の人たちが言っていますと。言いましたということです。So, it ordered the zoo to kill all the dangerous animals, such as lions, tigers, and bears. こっからね、この辺からなんかちょっとね、この荒っぽい文章になってきて、私ちょっと読んでてね、少し気分が悪くなってしまったんですね。動物が大好きなものでして、こういうちょっと文章を読むと悲しくなってしまうんですね。すいません。ちょっと悲しくなりすぎて、この文章を間違えて解説してしまっています。申し訳ありません。この一手は後ろに to があるので、ちょっと長い、違いますね。仮死語ではないですね。仮死語っぽいなんか構文をしているんですが、
ね、あの軍隊のことですけど、ね、この一手をごめんなさい、間違えて仮死語だと判断してしまったのですが、全く思って仮死語じゃないですね、失礼しました。この一手は前のアーミー軍を指している代名詞です。代名詞です。でオーダー、物トゥ何とかで物に何とかすることを命令するという意味のトゥですね。ここではね、失礼しました。っていうのがこれが、まあ、例えばとか何とかのようなっていう意味、これですね。でライオンやタイガー、トラですね、トラや、クマ、ベアですね、クマ一応書いておきましょうか。トラで これがライオンですね。つまりどういう意味になるかっていうと、だからねと、軍隊は動物園にライオンやトラやクマのような危険な、すべての危険な動物を殺すように命令しましたよと、そういうことなんですね。ごめんなさい、これ仮死語じゃないですからね、何度も言うんですが、これは軍隊を表す一句で、こっちの to は、オーダーなんとか to の to ですね。これこれにこれこれするように命令するっていうこの to ですね。失礼しました。はい、ではね、これで45ページの説明は終わりにさせていただきます。ではね、皆さんまた次回続きますのでご覧いただければと思います。では失礼します。